はい、それでは5月30日金曜日立川ゲームソロ5号店ランダム4-on-4始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。イエーイ。それじゃあスタートボタン押して始めてください。はい、さあ気づけば、本日、32人かな、33か、もう来てくださいました。というわけでランダム4-on-4始めていきましょう。最初の試合が、関根椿、シャルロットニュー、キツネレイチェル、センターミュー、対する、水木カルル、道高ズエル、センターマットエル、五郎ココナエチーム。開幕出てくるのは水木カルル対関根椿。で、ふもさんが急遽参加して、リオさんと手組みましたね。いや、これはまずいです。さて、なんか、やむを得ない。そろそろね、あれでしょ、テンポの予選の明日、告知がされるということで、これからより一層盛り上がりを見せていくでしょう、ブレイブルークロノファンタズマですが、ここはモノライド発動して、椿がギリギリで逃れていって、カルル側は、姉ちゃんが死んどる。さあ、しかし体力差は歴然、椿的にはこの空間に余っているインストルゲージ、バシバシ使って一気に形勢逆転していきたいところではあるんですが、タッチビーアバレからガーキャンすかしてフィニッシュ。先方戦は水木からの勝利ですね。さあ、地方は、おっと、ここでまさかニュー出してくるか、シャルロッテニューですね。いや、この組み合わせ、大概ニュー側が死ぬ思いするっていうあれがあると思うんですけど、さあどうか。立ち回りに自信あるんだったらまあなんとかなるっぽい。でもこうなったら終わりじゃん、基本的にこの組み合わせって。この組み合わせこうなると、ニュー側が、あ、べべ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 べ、ほらこうなるじゃん、ほらこうなるじゃん、この組み合わせって。うわ、取り押しの減りすぎなんだけど、ほらこうなるじゃん、この組み合わせ。多分組み合わせ関係ないんだけど、この状況になるのはね。うん、仮にノエルだとしてもこうなるんだけど。さあ、でもここから試合を作るのはさすがにニューのゲームメイク力といえども相当厳しいはず。火力はある、確かに。いや、今日ね、比較的早い時間から僕立川にいたんですけど、変わったニューっていう意味のわからないものを見まして超弱かったんですけど、そんな川田君、あさって誕生日らしいです。すっごいどうでもいい、すっごいどうでもいい、お金ちょうだいってすごい元気なこと言ってる。やだ、怖い。さあ、こんなクソガキの話はさておき、試合の方戻りましょう。まあ、これは龍河は結構試合いい感じで進めていれるっぽいですね。こうなれば、まあ、ある程度落ち着けると思うんですが、やはり姉ちゃんの壁、そして特殊ダッシュに対してジャンビーがかぶさってしまう。そって取って、ここで挟み込まれるときついぞ。うまいこと逃げて、うまい、スパイクチェイサーをうまいこと、あれなんて言うんだっけ、リバーチでかわしましたね。いやー、これは引っかかる、落として、特殊出しからクラッシュ、ギリ当たらないか、ここでそればっかりにね、それ狙ってましたと言わんばかりのもう美しい空投げでしたね。バシッと掴みましたよ、空投げの空中の上りでもうバッと掴んだよね。さあ、開幕ボランティア捕まえて、ここはカルルが先行している。あー、やばい、これでペンだって、しかし逃げている、素晴らしい重力、とりあえず足を止めていく、微妙にネイチャーも削りつつ、特殊ダッシュを距離を離して、ここがカルル側の冷静だった。ここはなかなか両者の距離感が縮まらないが、どこで互いにぶっ込んでいくか、無理はしない、お互いに無理はしない。しかしここで6人が引っかかる、エリアル刻んで落として、足元すくいに行くが、ピョンピョン行ったところに5人が引っかかって、ここは姉ちゃんが守る、
そしてフォークが当たって、これが食品冷静に逃げる逃げる、ビーバーハンチェが動かない、フォークまた食品がある、しかしうまいことシャルロッテにかわしてかわしていったところでゴールバースト、打たされてはいるものの 4D から 4D 当たった、待ってよ飛んできて当たってしまって、さあ大変、何にもないぞ、チョフある、あれ使う、うますぎる、片外、これは大丈夫か、ニューロが起動しているが触っていく、いやまさかのバースト温存ですよ。さあ副将戦見ていきましょう。はい、で、なんだ出てくるのはキツネレイチェル、こんな組み合わせ見たことないよ俺、この組み合わせなんとなあ、でもこの間流星とめまいさんがやってたのを見て、結局互いにクソだるそうなんで、互いにクソだるくてゴブ、うん、だってどっちも嫌な気持ちですごい戦ってるんだろうなっていう、あの6円中にこれね、なぜかどこに付いてるの、でこうなるとね、彼らはもうキャラとか人間とか関係ないんでね、その人の体調とか加味して運が良かったかなっていうかわし方をしないといけないんで、遊び込んでカッターサイト、これ早めに切り返していく、さあふんわりふんわりとレイチェルが試合を作る準備を整えていく、カボチャ回って東でも3本、しかしここの物質まずはカボチャ、その後ケオルグロータス巻いて風の影響を強くしていく、こうやってうまいことクライミングの形のアップがまだ逃がさない、さあ母ちゃん、母ちゃんじゃない姉ちゃん、うわなんか西に出ちゃってたけど、いやー釣り、すごい今の西が釣りになったような感じの6円タイプで、ぶつかりや残らないの、残るの、残った残ったところでこれどうすんのよ、削った、どこにいるの、もうやめておきなさい、リベル2アクション、ブレイブルーのね特徴としてどうすんのこれっていう状況がすごい多い、割とどうしようもないね、今の移動おしゃれですね、ロータスがアリル見た目よりなんかすげえ繋がりそうな匂いしてたわ、さあムキムキチョップが出たところでここでバースト、ペニがヒット、まだ分かんないぞ、カレルならやっぱり6円強いね、さあワンチャンス、よく見てたけど、おーいい暴れ、素晴らしい、バーデバーデリリー、ここでフィニッシュ、勝利したのはキツネレイチェル、お茶の準備を、さあ続いて出てくるのは道高アズラエル、この組み合わせどうか、多分アズラエルきついと思うんだけど、リベルワンマンアクション、でも結局アズラエルってさそういうの関係ないじゃない、こうなるとタイガーでオーバーくんじゃん、でさでこうなってこうなってなんかいろいろやって最後に勝ってるのはアズラエルみたいな、カボチャ動かして、ロータスからかわしているか、カボチャ対空ちょっとうますぎませんかね、これギャルギャルギャル危ないギャル、おおこれうまく差し込みましたね、しかし裏を持ってしっかりかわして、あまり苦しい、ただこぶられよバルード下ついて OK、暴れてうわーいろいろあったできてドッグよしタイガーコブラ止める、うえうますぎるんだけど、でレイチェルの生発動このダメージ、まあ、こんだけダメージ当たってるとそこそこ長い、もう一回パスの上硬い硬い、うわーすごい、俺だったら2億パー抜けられてないよ、でテンペンかな、でもこっからレイチェルは逃げ切れるでしょうね、キャラ性能的にはロータスがねちょっとあの手の機動力が微妙に乏しいキャラには
はちゃめちゃ機能するっぽいんで、なんか、しっかりやろう。ロケやつ。マジで？やっぱ乗るぜ。さあ、ジョージが放電して、カモちゃんも置いて、助けてください。バリガンを外す。近寄って。さあ、この上りはミスってしまった。来た。下タイガーコブラレオパルド下下タイガーコブラレオパルドこのバーストこれはそれかもうちょっとかしかしなんだっけこれすごいのお墓が立ったよ私のお墓の前でよし行ってくるわ副将対副将かな、キツネレイチェルに出てきたのがセンターマンノエルこの組み合わせもなんかリスクエルがすげーだるそうなんだけどだるそうだけどノエルだったらなんとかしてくれるはずぐちゃぐちゃにしてなんとかしてくれるはずバレる当たんなくて端を追いやってレイチェルは逃げていく DD が裏当たりしてこの後はなんもない DD ダニリ当たってバーストドメリアドメリアドメリアすごいこれがこれでもヒットしなかったんですがその後補正機になってここにバーストボケうまかったんですがちょっと強い気がしますねあれはまあジャイとかでペッペッペッってやってジャンプかな遠くみからはいダメで遠くみ見ないこれはまあ3000ジャンプだったからあれも結構いける3600いいダメージだったんですがもうこれはできないこれ初心ゲンジが攻めている少し押し飛ばしてカモテルをスカーキャンさあここからツーツーステップさあこれさあ安全がつかってステイチルバットさあどうだよいやー物理に見えないアラード F 式じゃなかった次に出てたからね1さあ失敗ださあ最後は殺せなんじゃないかちょっと思ったんですがまあ普通に崩して取ったのはレイチェルさあドーベリアの時にザーシを差し込んでいいダメージかな支配だ裏回り裏当たりしてちょっと面倒くさくなったこのところじゃあエントと1400まあでもあれ気持ちいいかなって言うんだな1から 6B10B が暴れ潰しになったんですが少なくなってすぐ攻めて71バーストおいしいさあうまく使いになってすがジャーディーにはいけず横倉で落としてマーブルは下がっていたよく見ているこれ惜しいから吹っ飛ばしてとりあえず自分の戦いに気を作りたいはい、立ち回りはノエル面倒くそ保険の送りに電気で引き返して飛びで、吹っ飛ばしていくもう本当は開けたこれはやらしい次飛び6位からあっ繋がってるうまい最後は C ロベかなあ A ロベかあれクソクソまぁ、あ、ちょっとあとはこの人に頑張ってもらいましょう大将は五郎心得強いぞでもレイチェルも多分強いぞキャラはねなちょっとあの2兵強いちょっとあの2兵多分なんか海外な匂いがするんですよ人生なのか終わってるよねおめえのか青かがもだよありそうお前さあどうする
あの多分サンシーが引っかかってあの皮膚がバリッと引き裂かれてプロテスクやだ。あの最近のあれね面白いよね、あの無限オルグのあの死に様ボットみたいな。さあ頑張ったぞ。デオルグがすごいいい仕事しましたね、これは。あー、しかしデオルグがデオルグがいい仕事してるぞ。デオルグの、デオルグが勝利を引き寄せるか。ゼイが漏れた。もうやめておきなさい。多分スーパードーン漏れだよ。シースーパードーン漏れか。ペイが出てきたけどね。なんでアイスケットとしても使えねえのかよ、ほんとペイがよ。あれを敵やったらもうなんか子供の終わりだけどね。おその技強ない。さあ、たた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 からの、はいはいはい、バカ落として、ドン。あのね、こっからダウン取れるんでね、画面上を置き詰めに行けるのすごい。さあ、かしら、あたたたたたを踏まれかわして、これはレイチェルが暴れるターン。ほい、ただ、ずっと好き。判定の塊、押しつけて、マジか。三振2段目、これは、減ってるね、減ってんね、どうしようか。バカ、パク、パク、おー、この上りを耐え切る、素晴らしい。さらに、ゴマリスケ、逃げが、強いぞ。うわー、判定の塊が飛んできた。そして、これうまい、走って押し込んでいく。これここで戦闘をしているっぽいですよ、きつね、レイチェル。超かけ、残らない、飛んでった。こんなさあ大将ゴロココネ一応見せれファイナルラウンド頑張って。うまいけどこれあの誠の時からこういうことやってる。さあ西井がやはりここぞという時に頼れる。あーギャルグギャルグペイうまい、しっかり怖いから6まで繋いでバカ爆発して爆発しろって減るの。いやあの手の技からね、あのこれだけ、うわーこれはやっちまった、うわー叩かれるぞ叩かれるぞ。さあ、キネシ誰がゲオルグ、ゲオルグが速い、ゲオルグ、ゲオルグ、ゲオルグ速かったね。はい、大将大将来ました、セリザービュー対ゴーン。ここで先週勝ってるよね、セリザーさん。さあ、こちらどうか。俺はチームメイトだからもちろんゴロさん応援するよ。さあ、うまい惑星が三振が強い。ウンデルは失格です。ウンデルはエントリー間に合わなかったので失格です。終わりました。サトルが全員皆殺し、ボブがボブの勝利。さあめちゃくちゃ減らしている。この男敗戦から確実に何かを学んでいるか。すげえ強いぞ、すげえ強いぞ。いやもうこの人一人でいいんじゃないかな、この人でいいんじゃないかな、もう全部。さあゴロゴロでヤマゼット取って、やっぱね、いやいこと今のね、やっぱここですごいね、このすげえ速いダッシュからすげえ低い姿勢の低い EA はすげえ強いと思うの。こういうね、ガークとかさ、その辺にさ、気取られがちだけど、こういう基礎スペックが異常に高いのがここでの本当に恐ろしいところなんだけど、フルの剣指導結構減るんじゃないの。まあ、フルの剣の単価が多分高いからね。で補正も多分ちょっと優秀でしょ。うめえ、これは知ってますね。ペインを読んでるっぽい。2回目っつったらさすがにもうそういうあれ、しかもバンカーがうまいんだよね。バンカーって 3C がここのあの技、何下入れ系、レバー下入れ、2
2A2B2C3C その辺では基本的にはちゃめちゃ低姿勢なのも結構強いポイントだと思うんですよ私は、うん、もう泣いてる場合じゃねえよ俺そのくだりさゴッチで神様さんとやったんだよつい最近やったかったーさあ 2B チームの勝利ですよかったはいじゃあ次地方はおっとここでまさかニュー出してくるかシャルロッテニューですねいやこの組み合わせ大概ニュー側が死ぬ思いするっていうあれがあると思うんですけどさあどうか立ち回りに自信あるんだったらまあなんとかなるっぽいでもこうなったら終わりじゃん基本的にこの組み合わせってこの組み合わせこうなるとニューガーがアベスマンですがここはモノライド発動して椿がギリギリで逃れていってカルル側は、姉ちゃんが死んどるさあしかし体力差は歴然椿的にはこの部下に余っているインストルゲージバシバシ使って一気に形勢逆転していきたいところではあるんですがタッチビーアバレからガーキャンすかしてフィニッシュ先方戦は水木からの勝利ですねそうはいそれでは5月30日金曜日立川ゲームソロ5号店ランダム 4-on-4 始めたいと思います盛り上がっていきましょうイエーイそれじゃあスタートボタン押して始めてくださいはいさあ気づけば、本日、32人かな33かもう来てくださいました、というわけでランダム4O さんが急遽参加してリオさんと手組みましたねいやこれはまずいですさて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 なんかやむを得ないそろそろね、あれでしょ、テンポの予選の明日、告知がされるということで、これからより一層盛り上がりを見せていくでしょう、ブレイブルー、プロのファンタと、始めていきましょう、最初の試合が、関根椿、シャルロット。キツネレイチェルセンターミュー対するは、水木カルル道高ズエルセンターマットエル、ゴローココダイチーム開幕出てくるのは水木カルル対関根椿さあで不毛